化石の森国立公園の一化石の森国立公園内の経過目化石の森国立公園はホルブルックとナバホの間の周回高速道路40号線沿いにあるアリゾナ州北東部の国立公園である。世界最大で最も色彩豊かな経過目、そのほとんどはアラウカディオキシロンアリゾニカムダネであるがの集積の一つが目玉となっている。公園は 南北通路によって結ばれた二つの大きな地区から構成されている。北地区はペインテッド砂漠として知られる三条期前期のンル層のいろいろな色がついた悪地の一部に広がっている。南地区は経過儀のいくつかの集積だけでなく色彩豊かな地形がある。南地区ではいくつかのインディアンの岩面彫刻の場所も見つかっている。公園の南端の近くに 計画で建てられたインディアンの建物で1930年代に再建されたアゲートハウスがある。毎年約60万人がこの公園を訪れる。化石の森地域は1906年12月8日に国定公園に指定された。その後、ペインテッド砂漠が公園に編入され、1962年12月9日に国定公園全体が 国立公園に変更された。公園の面積は8 8 5 k m 3 4 1 5クエアミである。ハイキングの機会は限られている。公園内の整った歩道は最長でもわずか 3.2km しかなく、その他のものは 1.6km かそれ以下である。未開地でのキャンプとハイキングには許可が必要である。しかし、 道路が公園のほとんどの部分に伸びている。化石の森国立公園の経過木ペインテッド砂漠、ブルーメサーゲートブリッジ PHOTOCOURTESYPDPHOTO.org 化石化した木は南洋杉科で北半球では絶滅したが南半球の隔絶した場所で生き残っている木の仲間である。山上気候期において この砂漠地帯は熱帯に位置し、寒気と雨季があった。洪水の季節には、木々が育ったところから押し流され、砂の多い稼働に溜まった。そして、遥かに西にある火山の火山灰を豊富に含む、砂利混じりの砂の層に、周期的に埋められた。火山灰は、埋められた木を化石化し、木を二酸化系素に置き換え、鉄とマンガンの酸化物で着色する二酸化系素の源である。 いくつかの大きな、そして多くの、より小さな軽鍵の集積が公園内で、チンル層のソンセラブ層及び適切な名を持つ、化石の森部層のいくつかの地層間隔に相当するところで起きた。化石となった木の幹の大半は倒れた状態で保存されており、もともと生育していた場所から少なくともある程度の距離を運ばれてきたにもかかわらず、大きな集積は森と名付けられた。 しかし、いくつかの場所では、木の切り株のまま化石となったものもあり、おそらくその多くは埋められる前に大きく移動したわけではないであろう。保護や、私有地から合法的に収集された木が近くで売られているという事実にもかかわらず、木の化石の盗難は問題となり続けている。7人の国立公園局の保護官の監視、柵、警告の標識。 275ドルの罰金という脅しにもかかわらず、毎年約12から14トンの木の化石が化石の森から姿を消す。化石の森国立公園のチンル層は、または、脊椎動物、無脊椎動物の豊富な化石を産出する。ペインテッド砂漠地域を作り出している、チンル層の悪地の人目を引く島模様の色彩のほとんどは、 山上気候期における土壌の生成によるものである。これらの古土壌は山上期における地形や古代の気候などの様相の証拠を保存している。チンル古土壌は気候が季節によって大きく変化し、雨季と寒季がはっきりしていたことを示唆している。この気候はおそらく現代のインド洋地域のモンスーン気候に似ており、すべての大陸が集まって、 超大陸パンゲア大陸を形成していた時代、すなわち古生代後期と中生代前期の地球の熱帯地方の特徴であった。ナショナルジオグラフィック、絶景絶景日経ナショナルジオグラフィック社、2013年、20ページ。ISBN 978から4から863132115。ペトラファイドフォレスト、ナショナルパークトレイルズ。 2007年8月11日閲覧。ペトラファイドフォレストナショナルパークヒストリーカルチャー。2007年8月11日閲覧。ペトラファイドフォレストナショナルパークジオロジック・フォーメーションズ。2007年8月11日閲覧。ペトラファイドフォレストナショナルパークアゲートハウス。2007年8月11日閲覧。ペトラファイドフォレストナショナルパーク ペトラファイドウッド。2007年8月11日へ閲覧。ペトラファイドフォレストナショナルパークレプタイルズ・オブザレート・トライ,イ・シック。2007年8月11日へ閲覧。ペトラファイド・フォレストナショナルパークバータ・ブラッツ・オブザレート・トライ,イ・シック。2007年8月11日へ閲覧。ペトラファイド・フォレストナショナルパークジオロジック・フォーメーションズ。 2007年8月11日閲覧、ありがとうございます。